はい、こんにちは。今回もですね、一応そのように言われていることをお話ししていこうかなと思うんですけれども、これもですね、全部が全部本当にそうなのかっていう裏付けは僕もないです。ただ、今まで、いろんな人の話を聞いてきて、あ、そうだったんだって思うようなことなんですけれども、脳にはですね、今我々が使っている、言葉の語源になることが結構出ているんですよね。例えばこのもう少し後にはですね、ひな祭りがありますよね。その時に、最近ではひな壇2段、お代理さんとお姫さんと2段というか1段といいますかね、のひな壇が多いんですけれども、こう非常に たくさんのひな壇のある、ひな人形を見ていただき、ここにですね、五人囃子というのが、おられます。よくあるパターンで言いますと、こうちょっと濃いめの紺色みたいな素みたいなの着て、中にちょっと赤が入ってるのかなとかっていう風な感じで、こんな烏帽子かぶってある人ですよね。これがですね、脳の囃子から来ているような感じです。どういうことかと言いますと、脳は4人の囃子方ですよね。でも5人囃子と言われています。最後の一つは何かと言いますと、我々のような指定方、歌い手です。歌い手、笛、小鼓、大鼓、太鼓となるわけです。で、この並べ方ですけれども、たまにぐちゃぐちゃになっている時あるんですよね。こうちゃんとしまう時に、どこにどこがあるとか分かったらへんかったら、ぐちゃぐちゃになっていると。で、そういう、ひな壇を見た時には、能舞台を思い出していただこうかなと思います。向かいまして、前から見まして、一番右側がですね、して歌い手が並びます。そして笛、小鼓、大鼓、太鼓というふうに並べてあげてください。これがひな壇の五人囃子のもともとと、もともとは能のところから来ているというふうにも言われております。で、ちょっと面白いなと思うことなんですけれども、だんだんと楽器が離れていくんですよね。まず一番最初、歌い手であるして方っていうのはどこに楽器があるかっていうのはここですよね。口です。口から声を発するわけですから、口が楽器です。もっと言うならば体が楽器なわけですね。そして笛方も口です。口で息を吹き込んで、ここから音が鳴るわけですから、笛も口、そして小鼓は肩に乗せる、大鼓は腰に下げる、そして太鼓は地べたに置くというふうに、順番に楽器が離れていくんですね。これが、順番を覚えるというコツでもあります。では次にどんなお話かと言いますと、皆さん、難癖をつけるって、使ったことはあんまないと思うんですけれども、聞いたことはありませんかね。僕も難癖をつけるっていうのはね、あんまり使ったことはないです。だけれども、これも脳から来てると言われております。難癖というのはですね、脳の中にありますブロックで癖というのがあります。もともとは癖米というふうなところから来てるんですけれども、癖という部分がありまして、それの難しい癖、三難癖と言われてます。曲名で言いますと、花形見、歌浦、白ひげ、この3つなんですね。で、圧倒的に花形見と歌浦はね、まあ言うたら歌う機会も多いんです。圧倒的に僕らにとってみれば、白ひげっていうのはもう本当に、難しい曲ですし、あんまり歌わない曲なんです。これが三難癖と言ってます。で、これもう一つちょっと付け加えますと、僕らにとってあんまり知らない曲、よく知ってる曲、これ何で表現してるかって言ったら、遠いと近いで表現するんですね。例えば花形見であるとか歌うらっていうのは、難しい癖ではありますけれども、よく歌う機会があるから近い曲になります。白ひげはめったに出てきませんので、遠い曲になるんですね。こういう風な言い方もしたりします。で、元の話に戻りますけれども、この三難癖、とても難しいです。歌い手にとりまして、これを番組につけられるのは非常につらいです。で、
この難癖、難しい癖を役者につけてやるというのが、難癖をつけるというような、語源になったとも言われております。次にですね、皆さんはカラオケに行ってますかね。最近はなかなか行く機会もないと思うんですけれども、コンサートに行ってますかね。これもなかなか行く機会はないと思うんですけれども、コンサートなんかに行きましたらみんなどうなります？ノリノリになりません？ノリがやっぱり大切ですよね。ノリって脳から来てると言われてます。脳のノリはノリ字と言われる、または太鼓字とも言うんですけれども、太鼓が入ってくる、もちろんない場合もあるんですけれども、ノリ字というところがありまして、そこから来ております。そのノリ字の良し悪しによって、曲が決まるとも言えますので、そこから来まして、今で言いますとコンサートに行ってノリがいい悪い、または例えばご飯に誘う、ノリよく行こうぜとかというような語源になっているとも言われております。今回は3つほどお話しさせていただきましたけれども、脳に出てくる言葉で未だに使う言葉、そしてそれが若干の違いを帯びて今使っている言葉というのは意外とたくさんございます。またこの話をお話ししていこうと思うんですけれども、ちょっと面白いなと思っていただけたらグッドボタン、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いいたしまして、また次回の動画でお会いしたいと思います。